原神公式ラジオテイバット放送局。皆さんこんばんは、前野智明です。この番組はオープンワールド RPG 原神の魅力をお伝えしつつ、勝利の声担当させていただいております私前野智明がですね、どこまでも自由で広大なテイバットからお届けするラジオ番組となっております。まあ、節目を迎えた20回目中ごって、収録日的にもバージョン 2.6 を迎えてからの収録ということでね、早速私たちもねバージョン 2.6 遊ばせていただいてますけど、皆さんどうですか、バージョン 2.6 プレイしていただいてますか。でね、神里綾人とあと復刻のウェンティとかね、皆さんお迎えできましたでしょうか。その辺のね状況とかも気になるところでございますけれども、まあなんといってもね 2.6 で、新エリアの双眼巨炎がね、まあ、思った以上の広さで、またこれがね探索のしがいがありそうだななんていう風にね感じている日々なんですけれども、まあ塩化の宮に続いてこんだけ短いスパンですごいですね。本当に一旅人として本当に簡単しきりでございます。いや塩化の宮もかなり探索しがいがありましたけど、今回の双眼巨炎も相当ですね、まだこれを撮ってる段階では全然全部回りきってないんですけれども、あの神里綾人はですね、まあちょっと自分のお話になっちゃって申し訳ないんですけども、あの私がやらせていただいている自分の YouTube チャンネルの方で、公開祈願、した結果、ま あ見事にね天井近くまで回させていただいて、なんとかねお迎えできたという現状ではあるんですけれども、まあ、そんなね綾人のお話とか、あと今回もですね素敵なゲストさんがね来てくださってるということで、ゲストさんにねいろんなお話とかを伺いつつ、今回もね原神の楽しさっていうのを改めて皆さんにお届けできたらと思います。ということで始めていきましょう。原神公式ラジオテイバット放送局、本日もログイン。この番組はホヨバースの提供でお送りいたします。原神公式ラジオテイバット放送局、改めまして原神で勝利の声担当しております前野智明です。では早速ですが、今回のゲストさんにご登場していただきましょう。今回のゲストさんはこの方です。どうも、宵宮役の上田香菜です。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。上田さんが来てくださいました。今週もよろしくお願いいたします。お願いします、ね、あ先週はポリエッティがパーソナリティというところで、うん、再び今週も上田さんが来てくださったということで、やってきました。ありがとうございます。いや私別日に収録って珍しくない？まあこの番組結構さらけ出していくスタイルなんですけど、まあ日本撮りが多いですけど、うん、今回はねやっぱりせっかくなんで上田さんにねいろんなお話をそれぞれのパーソナリティが聞きたいというね願望をスタッフさんが叶えてくださいまして、なんとか上田さんにね続けてご登場いただいたということなんですけれども、お邪魔いたします。上田さんとはでも、うん、あれですよね、もうかれこれ長い付き合いになりますよね。めっちゃ長い。そうなんですよ実は、うん、もう20年ぐらいになりますよね。もうね経つわ。私も今何年前だろうと思ったけど、俺も業界の中でかなりやっぱ古い古いね、お知り合いになるんで、うんうん、なんか不思議な感じなんですけれども、そうなんですよ ね上田さんも原神プレイされてるということなんですけども、うんうん、どうですかバージョン 2.6 は。バージョン 2.6 はまだそんなに深くやり込めてないですけど、はい、とりあえずウェンティの復刻引きました。俺も引きました。お迎えしました。ウェンティもお迎えしましたね。お迎えしました。いや辛かった。私もう2点です。すり抜けですか。そうそうそう、まあありますよね。ナナちゃんが来てくれて、あ僕はモナちゃんが来てくださいました、はい、結構やりました、ね、結構やったね。やりました、でももうお迎えできて嬉しかった。お迎えできて僕も嬉しかったですよ、うん、ずっとやっぱウェンティの復刻も待っててなかなかねタイミングも合わなかったんですけども、うんうんうん、バージョン 2.6 実装されて間もなくのこれ収録なんで、ね、そうなんですよ。そうなんですよ。我々もバージョン 2.6 の全部をまだね堪能できてるわけじゃない
ゃないんで、うんうんうん、申し訳ないんですけれども、普段はあれですか、どういう遊び方されてるんですか。普段は、まあ、自分のチャンネルで実況しながらストーリー進めたりとか、あ、いいですね。はい、あとはこの間のテンプ2倍の時は毎晩23時半集合で毎日マルチしてましたね、はい、あ、秘境集会ですか。わかる。まあ、テンプやって、うん、まあ、その日の秘境やったりとか、秘境テンプね、うん、そうですね。であとは無双の水めっちゃ回ってましたね、はい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 、あやとが来るから欲しいって言って。なるほど、うん、そうですね、そういうの確かに大事ですよね。普段あれですか、うん、マイキャラはヨイミヤとかよく使われるんですか。普段の私のメインキャラあれです、勝利です。ありがとうございます。原神で一番頑張った人。ありがとうございます。いろんな使い方できるんで、ぜひね。そうなんですよ、やっぱマルチでやると友達同士でやっぱ強いキャラ、一番育ててるキャラってあるじゃないですか。です、ね、はいはいはい、私はそれが勝利だからいつも勝利担当で立て出してます。あ、まあ確かにシールドをマルチでも配れたりしますしね。そうなんですよ、ありがたいですよね。もうだから勝利のシールドに慣れちゃって、もう友達とか立て早く立て早くって言ってる間にストーンってやられたりして、わかる、避けなくなる、ちょっとあれなんですよね。そうなのよ、で避けるって知ってる、その分殴れるっていう時間が。そうなんですよ、わかります。でも良い意味は僕結構使わせていただいてますけどね、可愛、うんうん、いキャラクターですし、うちもねメインアタッカーは良い意味です。そうやってやるときは単体火力がでかいですしね、うんうん、あ、個人的な質問なんですけど、お、何でしょう。やっぱヨイミヤといえばね、うん、方言がすごいやっぱり可愛らしいキャラじゃないですか。はい、まあ、方言といえば私の得意分野ってところもありまして。そうなんですよね。アフレコの時もねかなり自由にやらせていただいて。そうですよね。そうそうそう、これ多分全世界でこれな、に日本は結構やっぱこういうのってどうなんでしょうね。他の僕言語全然わからないんで、うん、あれなんですけど、でもねあるみたい。英語とかも、ね、中国語とかはもう地域でも全然言葉が違っちゃったりとか、はい、英語もほら発音が、まあ、イギリスだったりアメリカだったりで違ったりとか、雰囲気はなんかやっぱあるみたいだね。面白いですねその辺もね、うん、まあ、でもすごい明るく、底抜けに明るくてね、陽気なキャラで。そうなんですよ、まあ、稲妻のキャラクターね、シリアスなキャラ多いんでね。そうですよね、ユミはポンと入れていただいて一気に明るくなりますしね。非属性のユミでね使いやすいですしね、はい、そうなんですよ。皆さんもね、よいみや、まあ、多分そのうちきっとね、うん、なんかあるんじゃないですか、わかんないですけど。いや来てくれると嬉しいです ね、またタイミングがね良くなくてお迎えできなかったという方もね多分いらっしゃると思うんでね、ぜひ何か今後そういうことがあった際にはね、はい、皆さんよいみやの方もお迎えしてみてください。楽しみにしててください。はい、じゃあここからはリスナーの皆さんからのお便り紹介していきたいと思います。はい、旅人ネームともえ御前さんからいただきました。お、強そうね。パーソナリティの皆さん、そしてゲストの上田かなさん、こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ラジオに上田さんが出るということでとても楽しみにしていました。イエーイ。私は上田さんがやっている原神の生放送をよく見ているのですが、ありがとう。ゲーマーということもあるのでしょうか、戦闘の上達がかなり早い印象があります。あ、嬉しい。初期の頃は苦戦してたファドゥイのバリアも今ではヨイミヤ、ユクアキ、ライデン将軍、勝利などのガチ編成でサクサクと進んでるイメージです。そんな上田さんに質問なのですが、あ、何でしょう。今までで一番苦戦した敵は誰ですか。ちなみに私は初期の頃トワリンの足場を移動できることを知らなくてたくさん全滅しました。あ、これからも応援しています。苦戦、これね一番苦戦したのは敵じゃなくてこの間のあれを引きを作るやつよ。ああ、自分でカスタムできるやつや。そう、あれさ、自分でカスタムまでは私やらなかったんだけど、はい、とりあえず誰かが作ったやつをやってみようと思ってプレイしたので、たまたま、はい、おすすめに出てきた何個か出てくるじゃない、はいはいはい、そこで選んだ人のが超絶鬼むずい、いやらしい、いやらしいって言い方あれなんですけど、鬼むずいの多かったですよね。そうなんですよ、上手い人が作るやつって、上手い人が、そうそう、いい意味でいやらしいのよ。わかります。なんかギリギリを攻めないと次のなんかエリアとかステップできないようになっていて、うんうんうん、それを多分ね2時間以上やってた。いや、わかります。やっぱどうしてもクリアしたくなるんですよね。クリアしたくなる、そうそう、達成率が低ければ低いほどやってやるぞって、確かに気には原神やってんのね、他のなんかゲームやってるみたいになってきちゃって、ね、何回も何回もやられちゃうからさ。原神はなんか確かにそういうとこありますよね。そう、あれがね一番今までで苦戦した敵だけど、まあそのなんだろう、本当の敵で言うとしたら緑のふわふわ浮いてるやつ、あれなんだっけ、フライムですか、なんかフライムじゃない、あ、フライムかな、顔ついてないやつ、顔ついてないやつ、あ、強風のコアだ、強風のコア、確かに序盤で出てきますね。強風のコア
ーを一番最初に退治するのめちゃめちゃ困った。あの小賀ちゃんも苦戦してたって聞きました、ね、本当に、はい、その時は良い意味いなくってアンバーでやってたのかな。あ、なるほど。で、まあ、退治しながらうわもうすぐ削り切れるってなった瞬間にエリアちょっと外に出ちゃってまた復活したりっていうのがあって、それ無双とかでもよくあるんだよね。そうなんですよ、無双のね、あの氷とかでもよくあるやつですね。あれがやっぱ苦労しましたね。あ、わかりますね。うん、まあ、あと侵食してくる敵とかもね、結構そのシールド頼みのやり方だとちょっと辛くなってきたりも、辛い。あとまあファデュイのさ、回復するやついるじゃない。あれに気づかなくていつまで経っても減らないんだけど、アビスの魔術師の水のやつとかもそうですね。バリア固くって序盤苦労したな。わかりますね。でも基本バリア持ちは結構厄介ですよね。結構困る。属性でやっぱり減らしていかなきゃいけないと思って、なかなかありますけどね。さあ続いては旅人ネーム七郎さんですかね、からいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、ゲストの上田さん、こんにちは。こんにちは。私は中国の原神プレイヤーです。昔から上田さんの大ファンで、上田さんの原神出演することがゲーム始まりのきっかけでした。ありがとう。上田さんの素晴らしい芝居はもちろん、よいみやの服や伝説任務などもすごく良くて、だんだん原神の魅力を分かってきます。ここで質問ですが、上田さんはご自身の YouTube チャンネルで原神を何十回プレイしましたね。え？かですけど、その中で一番印象深いことは何でしょうか。もしよければ教えてください。YouTube チャンネルの数字的には40何本やってるかな。あ、すごいですね、うん。どんな、まあ、ストーリーを主に進めたりとか、そうだね、ストーリーが主ですね、うんうんうん。まあ、伝説任務やったり魔人任務やったり、あ、まあいいですよね、はい、うん、魔人任務のなんか分かりやすく、あとイベントやってますね。その時の期間限定のイベント のイベント、うん、いいですね。一応そのネタバレあるから気をつけてねとは書きながらやってはいるんですけど、一番良かった印象に残ってるのなんだろうな、まあ、最近やったってのもあるんですけど、ライデンさんの雷電将軍の任務の2、伝説任務の2ですか、うん、あれは結構こう心に来たかな。来ましたね。なんかA ちゃんとね、うん、まあちょっとギャップがあるといいますか、ね、そうね、やり取りの、うん、出てきたりとか、とその過去のお話がさ、もう絶対取り返しがつかないんだけど、うん、まあ、そこを目の当たりにしながらなんか物語が進んでいくっていうのがすごい辛かったな。わかります。でも結構ね、やっぱ心に残るエピソード非常に多いですよね、うん。あとイベントもなんか何かしら違うイベントを毎回やってくださるんで、いや、どんだけ、ね、本当すごいですよね。スパン短いしね。しかもやっぱすごいクオリティのイベントを毎回ぶち込んでくるからそうだな。今これやった次にこれ来るのみたいな。この間もね、100人一揆のねイベントでみんなスコアどれぐらいだとかって、ね、やってたよね。言い合ったりしてましたし、 あとイベントは怪盗祭好きだったな。怪盗祭よかった、うん。基本やっぱなんとか祭はやっぱ面白い。なんとか祭いいよね。なんとか祭いいっすよね、うん。この間の怪盗祭も確かに良かったな。そう、怪盗祭私あまりにも良くって、その後原神仲間とアフタヌーンティーみたいなの行ったんですよ。おお。で、メッセージみたいなのをかけるっていうから、はいはいはい、怪盗祭を祝してって書いてもらって、すごいっすね。リアル怪盗祭やりまして、あ、いいですね、そういうのもね。だからやれることがどんどん増えるじゃないですか。ただでさえいっぱいあるのにね、なんかもう自由に花火とかも上げられるし、それこそ、その辺がね、やっぱどのぐらい先まで公式さん準備してるのかっていうのは本当に個人的にも気になるところではあるんですよね。次何出てくるのかめちゃめちゃ楽しみだもんね。楽しみ。あとやっぱ次のね、祈願はどうなるのか、そうね、その辺も気になりますし、そう、 2.6 アヤと出たと思ったらまたすぐね新しいキャラが、そうですよ、出てざわざわ してんでしょう皆さん。ざわざわしてましたよ、ね、いろんな考察始まってましたよ。うん、まあね、我々は、まあ、現場でちょろっとねお話とか伺えるかもしれないですけども、ね、うん、まあ、それがねこう世に発表されるのはもう少し後かもしれませんけどもね、うん、皆さんいろんな想像をしつつね楽しみにお待ちいただけたらと思います。はい、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き原神をプレイしてみての感想、イベントの感想、おすすめパーティーなど原神に関することなら何でも OK です。さあここからはですね、いつも通り原神をプレイしていきたいんですが、うん、今回はバージョン 2.6 になって増えました新エリア双眼巨炎に、私前野と上田さんの2人で行って、新エリアを探索してみたいと思います。おーい、初見です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これかなりやっぱりね物語に深く関わる話になってくるんで、うんうん、このエリアってすごくきっと今後もね、何回も来ることになるんじゃないかと勝手に予想してるんですけど、ほい、行きましょうか。今画面には
僕の画面が映ってんのかな。これ上田さんの世界に遊びに来てます。そうです。はい、ここは双眼鏡の入り口のとこですね。今ちょっと止められたところ。はい、じゃあ行きますか。行こう。じゃあ僕はあの今ピックアップのアヤトとウェンティのパーティーで行きます。じゃあ私はユイミヤと勝利先生のパーティーで行きます。はい、ただあのアヤトは僕レベル90まで上げましたけど、ウェンティに関しては生まれたばかりでレベル1です。守っていただきましょう。頑張ろう。双眼鏡園、上田さんの双眼鏡園に入るぞ。興奮気味だな。入ったぞ。入った。はい、入った。ほら、なんかいっぱいありますよ。ほら、ワンポイント見えてますよ、あれ。あ、私ムービー始まった。あ、ムービー始まった。じゃあ俺、うん、いやこれのこれのあれ、まあちょっとね、上田さんの世界ですからね。そうなんですよ。ちょっとじゃあ先にちょっと梅雨払いをしておきましょう。あ、お願いします。つっても何もいなそうだな、こう最初は。よし、レベル1の生まれたばかりのウェンティで。あ、いっぱいあれだね、岩あるね。あ、ワープポイント解放する。お、いいですね。ガチャーン、解放された。解放されましたよ。やったぞやったぞ。これでいつでも来られるね。来られますね。ちょっと遠かったもんね。そう、遠かったですよね。ちょっとあと端っこにあるから、さあどうしましょうか。これ私まだ地図が出てないから、地図を開放したい。あの大きいやつ、あの七天神像を開放した方がいいかもしれないですね。そうしよう。じゃあ像を開放し、あ、結構奥側にあるんだね。そうですね、結構あっち側ですね。像を目指したいですね。像を目指しましょう。うん、どっちから行ったら近いのかしら。もう突っ切りますか。ここ突っ切っちゃっていい。飛びます。飛ぼう。わかりました、飛びましょう。飛んだ。飛ぶと言ったら彼だ。あ、いいな。いやいや、ウィンティの方が早そう。まあでもレベル1なんで、あの何かあった場合大変です。そうね、はい、あれウィンティやるだけ歩いてるより飛んだ方が早いじゃないみたいなこと言ってたよ。そうですね。王女様かな。ケンソスキル長押しで滑空できますしね。あ、なんかありますよ、チャレンジ企画みたいな。チャレンジ企画あるね。てっぺんにチャレンジする。いやいやいや、どっちでもいいですけど、とりあえずチャレンジするか。チャレンジしますか。え、これでもなんか俺マルチでこれやったことないですけど、どうなるんですか、これ。どうなるんだろうね。敵が出るタイプなのか、なんかでもてっぺんにあるから、なんか多分制限時間内に。あ、制限時間内かな。やってみよう。あ、制限時間内っぽい。これ俺も手伝っていいのかしら。いいのかな、わかんない。俺マルチで、俺フレンドと、あ、あ、やばいやばい、私さ最初からもう2つ失敗した。失敗した。取れた取れた。え、取ってもらっていいですか。どれ、どれをどうすんか、これ。あった、あった。ど何を。雷元素あった。何をどうするか。何をどうするか見てなかったんですけど。ちょっと待って。え、元素取れた。あ、これか。取って取って、元素取って。待って。二つ逃した私。あとどこにあるんですか。今もう一個取った一個取った。あと三つ見えました。三つね。はい。そこのまっすぐ行けば。これ行けんのかな。あ、私また逃した。取って。そこにあります。取って。これで OK じゃないですか。ありがとう。何か書いてあるぞ。見てみようぜ。おびおび。あ、出た、パチモン。あ、宝箱出た。いや、クオリティ高いよね、前野くんのパチモンネタ。いやパチモンじゃないや、パイモン。すごい不評ですよ。いや、可愛らしいよ。宝箱、さっきの取りました。取ったよ、今。もう一個出てる？出てないよね。今、マークあったんですけど、消してた。よっ、よっ、あ、強っ。いや、アヤットは、あの強いですね。よし、やっつけるぞ。よし、ウィンティデビュー戦だ。デビュー戦だ。7、13。ウィンティ可愛いぞ、ウィンティ。ういういしい。レベル上げような後でな。引くぞ。砲塔弾ね。ここ結構ギミックが多いエリアですからね。我々は自然心臓を目指してるんですね。あ、そうだ、心臓そう。どこ行った？でもさっきより近くになりましたよ。あっちですな。こっちですかね、方向的には。あ、見えた、あれだ。あれですね、あの赤く光ってるやつ。どう行くのが近いのかしら。下に宝箱もありますけど、え、取ってこうかな。どうしますか。でもなんかよじ登ることになりそうですね。あ、本当に。下から行くと右から迂回した。じゃあ取ってから行こうかな。右から迂回した方が取れます。像を開いてからにしようか。あと飛び降りるだけだもんね。そうですね。え、これ難しいね。結構そうですね。あ、ここにもクライミング的な。あ、これはやっていこう。これはやっていきますか。オッケー、盾じゃー。おいおい、さすが強い。強っ。アヤト火力すごい。そのアヤト、さては。いや、あの僕片手剣あんまりあのそんなに種類持ってないんで、うんうん、あの妹の
キリキリをキリキリを奪い取って借りてきました。どう登るのがいいの？これもうクライミングするしかない。いや、こっちから多分行けますね。どっちどっち？あ、ここ乗るとなんか面白いこと起きますよ。え、どこ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 ？ここなんかここでジャンプすると。ジャンプすると、え、何これ？え、ワープ？超人的なジャンプが。ジャンプしてるんだ。あ、でこれで上乗ってってことか。そうですね。で、ここから落ちてます。そんなバカな。もう一回もう一回。で、あそこに多分行けますよね。ここから登っていけば。いけば。いや、広いんですよ本当に。広いね。あとやっぱ段差が結構あるのね。そうなんですよ。だから結構目測誤ると本当にクライミングしなきゃいけなかったりとか、これちょっとウェンティで風出してもらうっていうのは全然ありですちょっと高いとこ登るときはお願いします。そうします。全然無凸レベル1誕生したばかりの僕のウェンティなんで。あ、宝箱もありますよ。どこ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 。右側のファディのやつらの。うファディめ。ファディめ。やっとくわ。狙い撃ちだ。狙い撃ちやー。レベル1のウェンティで25。かわいいな。あ、やばいやばいやばい。待てー。やばいやばい。ウェンティをいじめないで。やばい。風。すぐに終わらせるかって言われてる。すぐに終わらせる。痛いのやだ。金魚ほっ。お、強い。これでウェンティでも大丈夫だ。ああ、あとちょっとごめんなさい。ほほほ。買った。硬いっすね。いけた。オッケー。宝だ。宝箱だ。これマルチの時ってどうなんですか？宝って開けられないんだよね、その世界の。くそくそ。金色だ。くそ。おー、いいの。干渉できない。すまないね、働かせて。全然。よし、地図を解放するぞ。上田さん、あ、ちょっと待って、これ、あ、ちょ蝶々もいるけど、あ、ちょっと待って、蝶々いっぱいいんじゃん。ここ蝶々いますよ。俺がこのマルチの後に村瀬真君に奪われた蝶々ですよ。石迫ね、これ重要だからね。許可しましたけど。あれ、あ、これあれだ。マルチだと開けられないやつか。マルチだと開けられないやつだ。なるほど。悲しい。一回どうしましょう。一瞬抜けて やってもいい。全然いいですよ。じゃあ一旦マルチ戻りやす、はい、ということで無事にワープポイントも解放できたということで、はい、こんなにワープポイントあるんだね。そう、結構3つもある。これね、実は下もあるんですよ。下地下があるってこと。地下があります。おかなり広いです。だからこれじゃあ一個一個解放していこうかな。そうですね、その方が多分探索しやすいですしね。じゃあ近いとこからまず行く。あれですか、右下のところですかね。右下か。あ、そうだね、右下から行こうか。もし段差があったら上の方から開いていった方がいいよね。あ、そうですね。どっちがいいかな。全然どちらでも音もしますぜ。じゃあこっちのこの一番右下、はい、じゃあここ行こうかな。どうぞ行きましょう。はーい。お、また飛んだ。大ジャンプ。あ、ちゃ場所向こうだわ。そうですね、こっちですね。どこまで飛べるかな。でも飛んでる最中に宝箱見つけると降りたくなっちゃうよね。え、広い。これ見えてるとこ全部行けんの。そうなんですよ。オープンワールド RPG ですから。すごくない？宣伝かな。いや、すごいですよ。いや、マジですごいと思います本当に。これだからやめ時が本当わかんないんですよ、いつも。ああ、これ多分下降りましたかな。そうですね。あ、これあれじゃん、ナナちゃんの素材じゃん。ルイ袋ですか。うん。ルイ袋集めづらいですからね。そうだよね、集めづらいよね。取っといた。崖に生えてるんで湿っぽい環境を好むため、雨上がりに積むのがおすすめだって、勝利の大気モーションで言うやつですね。 ありましたか。あったよ。意外と下にあったな。下ですね、うん、あれか。お、さて解放。さあ解放したらどうしましょう次。じゃあ次、さっき真ん中で逃したここ行こうかな。じゃあそっち行きましょう。はい。シュイーす。どう行くのがいいのかな。そっち側から回ればいい。いや、それ多分飛んだ方が早い。いや、どう、まあ、と、いや、どうしようね。でも
まあ探すか、探しましょうか、歩いていこうか、歩いていきましょう。このね、効率を重視する人の悪い癖ですぐ飛びたがるからね。確かに。あ、なんか岩いっぱい光ってますよ先生。キラキラあんじゃん、これ取っといた方がいいですよ先生。どうぞ。いや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 、そんな悪いですよ、でもいいんですか。いいよ、差し上げよう。いやいやいや、やった、やった。今日は案内を任せてしまったからね。やったやったやった。たんたん。さあ、行くぞ。ここは、はい、開かないんですよ、そこね。わあ、すごいな。岩の隙間行けるより、え、なにこれ。え、どれですか。あ、なんか、あ、洗礼、ここになんか抜け穴みたいなのがある。飛んでますよ、飛んでる飛んでる。あいつやりましょうか。やっとくか。あの、忘れますからね、それやっとかないと。仕方ない。これは、あれ、私ライデンさんになってる。いや、さっきあれか、あ、変えたからか、キャラチェンしたから、あの、マルチから一回出たからだ。取れたからですね。ライデンさんでも強いですからね。さあ、それはもううまい具合に誘導しつつ、あ、こっち、こっち来んのか。このお金も取っとくから。モラは大事ですよ。よいしょ。モラも洗礼どこ行った。今俺のところにいます。あ、本当だ。これあれか、洗礼はあれか、本人じゃないとダメなやつか。ダメっぽいですね。オッケー。あ、取っていいの。いや、ドロップの素材。あ、そうそうそう、ドロップの素材は確か取れる。あ、敵のやつも。それはあれですか、俺が取ったらそっちの世界でなくなるんじゃない。あ、多分ね、2人とも取れるから大丈夫だと思う。出たー、お宝じゃー。いや、これこそが欲しいね。これはね、あげられない。これこそが欲しいね。仕上げ用マコンが欲しい。よいしょ。ほっ、こっち、あ、でも上っぽいですね、ワープは。上か、上のマーク出てますね。登るか。さあ、あ、これでもあの上登れそうだよ。だ、風が出てる、上昇気流みたいなの出てる。さあ、クロール世界記録。ほんと、ずいぶんと神里綾人。あ、かなり上まで、あ、ここまで来れるのか。ただここまでか。あ、これあれか、あの岩落とすギミックのところか。どこどこどこ、ここはあの敵がちょっとだる、あのだる、いいやで撃ってくる。オーケー。危ない危ないポイント、危ないポイント、やっつけよう。あ、ありがとう。向こう側にもいるんですけど、向こう側やりに行く。いや、どうしましょうね。まあでもここは上がんないと多分ワープのところ行けないのかな。じゃあやるしかない。しかしこれは無駄な戦いは嫌いなんで。ああ、やっていこう。私たちの道を妨げるものは許さん。無駄な戦いは嫌いなんだ。よいしょ。ここの右側にポイントがあるかなって地図上では出てますけど、まあ、迂回していけんのかしら。あのヒルチャールは許してやろう。許してやりましょう。背を向けているからね。ありましたよ、ありましたよ。どこ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 。あの赤いの、そうじゃないですか、あっち側にあるやつ。赤いの、赤い、あれ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 だ。あ、今ヒルチャワルはやらなかったのに鳥さんはやりましたね。お、何、鶏肉を。あ、待って、落ちる。 ありましたよ、解放。よし、これで来やすくなりましたね。あとは、あとあそこですかね。あとどこ、あそこの、あの発見町の秘境の右下の、発見町の秘境の右下、あ、向こうか、行ってみよう。行きますか。飛んじゃっていいかな。飛んじゃっていいと思いますよ。飛ぶよー。うーん、あ、真ん中に宝箱ある。経由していっていい。何、どうぞ。うん、このキラキラしてるのなんだ。鳥の卵だ、それはもらおう。あ、卵はあれですね、重要だよね。重要ですね。あの、あ、予期せぬ事故、予期せぬ事故で戦闘不能になってしまった時とか。目玉焼き、目玉焼き。ちなみに私得意料理目玉焼き。あ、それはどっちですか、リアルですか。あ、リアルリアル。あ、びっくりした。こだわりの目玉焼きです。目玉焼きこだわる人ってでも珍しいですね。そう、なんかね、どうしてもあの半熟がいいんだけど、半熟はがよく良いんだけど、白身は全部綺麗に固まってないと嫌なの。また落ちた。意外と目玉焼きって難しいんですよね。そう、むずいんだよね。で、塩もめっちゃこだわる。目玉焼きにかける。あ、塩派なんですよ。え、どっちかける？醤油です。醤油か。残念。あ、入れない。あ、入れない。そんな。あ、やばい。見つかってしまった。放送塩の良さを分かってほしい。いや、塩も美味しいですけどね。あ、俺のメンティーが。メンティー
ウェンティが砲塔団にやられてしまった。かわいそうに。しょうがねえ。ちょっとアヤトでリベンジして。そうしときましょう。硬いわこの人たち。さあまやーん、かぎやー。おっ、あれこれ宝箱が2つ混じってんのか。そうっぽいですね。なんかもう一人いるっぽいですね。音がした。私が落としちゃった。オッケーです。オッケー。ウェンティにじゃあテイバット風目玉焼きをあげよう。目玉焼きはでも確かにでもたまに食べたくなりますね。そうなの、うん、パンとかに乗せたくなりますね。乗せる。じゃあのマヨネーズかける。あー、それは絶対美味しい。マヨネーズ大丈夫ですか？マヨネーズ全然好きです。いいね、たまにマヨネーズダメな人いるからね。ああ、まあ卵アレルギーの方とかだとちょっとあれですよね。あ、私ハマってる、ハマってる、助けて。ええ、これどうしたらいいの？やばいやばい。隙間に挟まるやつですね。悲しい。たまにあの岩とか登ってるとあったりしますけどね、それ。で上かな？クライミングしかないか。こっちですかね。どこどこどこ。まあここだったらいけるか。あ、上っぽいっすね。上っぽい。このいや、あ、めっちゃ登ってる。このクライミングか、うん、ダッシュかでいけるところのポイントが意外と。わあ、下めっちゃなんか悪いやついるな。あ、間違えた。暗くてよくわからん。バレないようにしよう。よし、いけた。この辺ですね、きっと。はーい。あ、砲塔団がいるぜ。やっつけて。いや、ちょっとウェンティのヒットポイントが100しかないんで。それやばい。ちょっと。あ、ここあれか。まだ駆け上がりもできるのか。そう、駆け上がりができるポイントが結構あったりして、そこが。そうだね。あ、やべえ、見つかった。やばい、封じ、封じ。よいしょ。お待たせ。あ、もうでもすぐ終わりそう。よかった。ドン。あ、ありがとうございます。隕石を。お、花火なってる。花火。あ、間違えて料理を押しちゃった。あ、あります。よくあります。宝箱。いいね。いいですね。もうそこにあるんじゃないです。ほら、赤いの見えてますよ。赤いの、オッケー。解放するか。解放しましょうよ。ほら、上田さんの世界のワープポイント。私の世界のワープポイント。はっ。あ、いいですね。解放されました。これでどこでも行ける。あと秘境だけ開ければもう行きます、ね。あ、秘境ね。オッケー。秘境も開けれるの？簡単？秘境はまあでも勝利いれば行けるはずですけど。お、あ、でもなんかギミックが結構大変なんだっけ？まあギミックはじゃあちょっとありますけどね、うん、秘境のところは。じゃあやめといた方がいいか。時間かかるかな。サクッと行けなくはないですけど。やります？行ってみよう。あ、オッケー。じゃあ案内してください。せっかくなんで、多分この奥になんかあのね、雲いるんですよ、ここに。雲？この雲嫌です。あ、え、怖い。焼いちゃってください。焼いていい？焼いてください。あ、地味に結構体力持ってんのね。そいつ硬い雲なんですよ。そうなんだ。あと糸入ってくるんで。糸？なんかね、やっぱせっかくのね、アイトさんに糸剥がれたらちょっと。え、それ私には剥がれていいけど。いやそういうわけじゃないですけど。どういうこっちゃ。これやっぱね、アヤト推しの皆さん、ね。あ、まあそうね。ね、うん、あとウェンティ推しの皆さん、すみませんね。そうね、ちょっと集体をさらしてしまって、まあ。私があれだから。いや、俺がちょっとね。盾になる。俺がレベル1で連れてきたっていう。あ、そっか、レベル1だから。生まれたばかり。生まれたばかり。肉体的にフィジカル的にも危ないってこと。あ、岩のやつやこいつ。おいよ。純粋剣強いな、でもやっぱ、うん、スライムめっちゃ嬉しい。なんかさっき見たらウェンティの素材もスライムだったね。ウェン、あとあれですよね、セシリアの花だっけ。あ、セシリアね。はい。あ、宝ありますね、先生。あ、宝取りましょう。先に来たら、じゃあ岩スライムはやっときましょう。やっつけよう。あ、いっぱい出てきたスライム。お、旗。神里流水流、神里流、水流、
いい声だな。まあね、石田さんですからね。だね。ね。おいよ。石田さん、本当にいい声ですよね。いい声。当たり前ですけど。この奥かな？どうやって行くんだっけこれ？あ、これ七天神堂の方来ちゃったか。最初のとこ来ちゃったな。あ、なるほどね。ここがジャンプ。どうやって行くんだっけあそこ。あ、こっちか。あ、ここですね。ここでギミックを解いていただければ多分。ここでギミックを解く。伊賀共鳴ってどうやってやるの？それを知らないと無理なのかな。伊賀共鳴はあのこのでかいなんか石みたいなところに、うん、あとあれだ、ここにあの柱出していただければ。あ、ここか。あ、ずれた。であれ、あれそうだっけ。で、ここにも出すんじゃなかったっけ。ここに出してあれだっけ、なんだっけ、なんかあの時間制限内になんかやるんだっけ。ここに柱を出して、あ、そう、で、このあの、なんかこれです。この出たギミックみたいなのをクリアしていただいて、あ、叩けばいいんだ。あ、そっか。新天堂。オッケー。じゃあこれ置いて奥の石を叩く。一番奥、あのメラメラちゃんか。あ、これか。メラメラスキルで叩く。うわー、地面が揺れてる。宝箱も出ましたね。宝箱じゃー。これが共鳴。これが幻なんだよ。読めなかった。今幻想なんとかの力なのか。で、いいな、今日のパイモン可愛いな。これでなんかいけるんじゃないか。風邪ひいた？まだ花粉が。花粉が辛いんだぞ。花粉のパイモン。すごい、めっちゃ共鳴してる。ガンガン。これがそうなんですよ。これでね、あの敵もダメージ与えられたりするんで。そうなの。このギミックはすごいですよね。戦闘にも使えるんだね。使えますね。で、え、ここに、あれ違うな。石共鳴して閉まってるよね。これまだ叩いて、でこれ今共鳴してる。登って叩かないとダメ。ここで揺らぐことなし。スキルで叩く。あ、でもあのビューンってなってるってことは共鳴してるってことですよね。共鳴してますね。で戻って、あ、行きました。あ、開いた。すごい。これで秘境まで行けますね、きっと。これで秘境まで行ける。あの新生異物が出るという噂の秘境ですぜ。イエーイ、うまくいったぞ。やったぜ。岩だぜ。塊もらうぞ、水晶の頭。どうぞ。やった、もっと欲しいぞ。もっと岩欲しいぞ。欲深いパイモンちゃんが。お、解放されましたよ。解放。やったやった、イエーイイエーイ。ってことで、まだまだね、あの全然探索できる部分はたくさんあるんですけれども、まあ、あのとりあえず一通りのワープポイントは解放できたということでね、うん、いやこれやっぱ広いですね。広い、とても広い。ワープポイント解放するだけで結構ボリュームあるね。そうですね。でさらにね、あの下の層もあるんでね、うんうんうん、すごくあの長く楽しめるエリアだと思います。いということで皆さんもね、ぜひ双眼鏡園の方プレイしてみてください。ということで今回は双眼鏡園を旅してみました。原神公式ラジオテイワット放送局、ここで原神からのお知らせです。現在テーマイベント華やぐ紫苑の庭を開催中です。稲妻で開催される祭典、高価姿の彩り祭をテーマにした本イベントでは、
ウェンティ、ユクワキ、アルベド、クレイ、稲妻キャラクターなどが登場するイベント限定ストーリーや限定任務挑戦を楽しむことができます。イベント参加で指定条件をクリアすると星4キャラクターユクワキ、限定調度品、限定レシピ、原石、知恵の冠、添付育成素材などを獲得することができます。テーマイベント華やぐシオンの庭は4月25日月曜日4時59分まで開催です。続いて開催中のイベント祈願のご紹介です。現在イベント祈願キャラクター花踏み歩む総流とイベント祈願キャラクターに灰に注がれた歌を開催中です。期間中花踏み歩む総流では水元素星5キャラクター神里綾人、灰に注がれた歌では風元素星5キャラクターウェンティの出現確率がアップします。また花踏み歩む総流と灰に注がれた歌では風元素星4キャラクタースクロース、炎元素星4キャラクターシャンリン、岩元素星4キャラクターウンキンが同時ピックアップされ出現確率がアップします。はい、ということでですね、今回はピックアップ中の新キャラクター神里綾人のお試しプレイをしてみたいと思います。はい、はい、僕はもうお迎えして結構育てたんですけど、うんうんうん、上田さんはいかがですか？まだなんですよ。じゃあぜひこのお試しプレイで、ね、皆さんの有識者の意見を聞いてから、はいでもね、それ結構正しいやり方の一つですね。何人お迎えするか決めようと思って正しいやり方様子見てました。わかります。ちょっと触ってみますね。はい、素敵、かっこいいですよね。これが格闘、やっぱりその綾香も結構居合というかそういう形の戦闘形式だったんで、綾人、ね、うん、もそうかなと思ってたんですけど、やっぱこのなんかスタイリッシュな、かっこいいですよね、片手剣の。あれ、いや、あ、大丈夫か。スキル押すと、スキル押すとそのなんか瞬水剣っていう技に通常攻撃が変わる特性を持ってて、うんうんうん、通常攻撃が瞬水剣になるの。あ、今のやつか。今の通常攻撃がスキルを押すと、うん、そのなんか居合これか、バット切りみたいな感じの。へえ、あー、一回一回ちゃんとあれだ。そうなんですよ。でこれ三段ヒットすると、うん、あれかな、なんか水元素の粒子が出るんだったかな。出るのかな。うん、じゃあ爆発してみよう。爆発元素ドーン。これかっこいいですよね。これちょっとカウの爆発と近いのかな、特性がというか、うんうん、エリア内に。え、すごい、これさ、単体というかめっちゃ範囲広くない？範囲広いですね、うん、でやっぱ固まってるとカウと同じくそこにまとまって出るんで、お、もうあっという間にすごいということで。強そう。でちょっとステータス画面見せていただいてもいいですか。右下ですね、今のやつの。あ、これな、このこっちで、オッケー、ステータス画面の、添付ですかね。添付、はい、これのバッケってバッツなんですよ。バッツが逆だね、これ。プレステ5なんで。プレステ5ね、あ、間違えた。で、この添付のスキルのこの瞬水剣のダメージというのは、うん、通常の攻撃の添付の倍率とは関係なく、スキルのレベルによって、うんうん、どんどんダメージが上昇していくという仕様らしいので、その辺がちょっとなんかもしかしたら混在される方いらっしゃるかもしれないということで、うんうんうん、ちょっと一つ注意が必要かなというところらしいですね。ご注意ください。はい、でもスキルと元素爆発すごい強いですし、強い、めっちゃ強かった、強かったですね、さっき。あと通常攻撃のモーションもかっちょいいんで、うん、すごくいろんなスタイルで戦うことが可能なキャラクターとなってますね。うん、ポーズも素敵よね。かっこいいね。CV も石田明さんですしね。はい、こちらね、ぜひ皆さんもプレイしてみてください。そしてイベント祈願武器新中復刑も開催中です。期間中星5片手剣、波乱月白仏、星5弓、終焉を嘆く歌などの出現確率がアップいたします。イベント祈願花踏み歩む総流、灰に注がれた歌、新中復刑は4月19日火曜日18時59分まで開催です。以上、原神からのお知らせでした。原神公式ラジオテイワット放送局。推しキャラプレゼン。原神にはたくさんの魅力的なキャラクターがいます。リスナーの皆さんからはその中でも特に推しキャラは誰なのか、どんなところが推しなのか送ってもらい、それを紹介していくコーナーだぞ。はい、上田さんは弓矢以外だったらいいなっていう推しいます？
私ね、行く秋ですかね。行く秋、やっぱり最初のインタビューでも言ったんですけど、はい、まあ、序盤にめちゃめちゃお世話になったキャラクターっていうのもあるし、まあ、純子さんだし、はい、なんかあれですよね、ひょうひょうとしたキャラなんだけどしっかりシーンはあって、そうですね、実績だけどやっぱ癒されるんですよね。まあ、いたずらっ子なとこも可愛いですし、ね、私の好きなやっぱ行く秋ですね。行く秋ですか、まあ、確かにあの半ズボンが僕も好きですけど、そう、ただまあ、綾人が来たことによってメインパーティーから、私のパーティーから外れる可能性があって、まあ、水ってなってくると、まあちょっと役割的にもまあ被るところあるかもしれないですけど、そうなんですよ、まあね、ちょっと次来た時には綾人になってるかもしれないです。いや、まあでも行く秋は行く秋のね、あの追撃の使いやすさとかもありますから ね、いろんな、まあ、そんな推しキャラもねたくさんいると思うんですけれども、ちょっとメールの方もご紹介していきたいと思います。お願いします、旅人ネームみーさんからいただきました。おい、皆さんこんにちは。こんにちは。ゲストに上田さんが来られるということでメールを送らせていただきました。ありがとうございます。私は原神を始めたのが少し遅いタイミングだったんですが、うん、原神をプレイし始めて初の星5キャラが宵宮でした。わー、ありがとう。右も左もわからない私はたくさんの場面で宵宮に助けてもらいました。勝てない相手にも宵宮の元素爆発の花火や明るい性格に励まされながら育ちました、うんうん、始めた時から今でもずっと私のテイワットでの大黒柱です。という、ね、ありがとう、嬉しい。続いてもう一つもいただいております。い、もう一つ、旅人ネーム強いミヤちゃんを追い求める旅人さんからいただきました。お、皆さんこんにちは。こんにちは。ゲストに上田さんが来てくださるとの告知を見て、お邪魔します。いても立ってもいられず初めてお便りを送ってしまいました。あ、ありがとう。私は以前から好きになる女の子のキャラクターの声優さんが上田さんであることが多かったのですが、うん、嬉しい。原神で初めて宵宮ちゃんのビジュアルが出た時、これは絶対好きな子と思ったら命を吹き込んでくださる方が上田さんと知り、思わず小躍りしてしまいました。テイワット、ヘイワット、ヘイワット、そうか、自分のテイワットってことか。ヘイワットではナンバーワンのアタッカーで活躍してくれています。これからも強い宵宮ちゃん、略して強い宮ちゃんと一緒にテイワットを旅していきます。ありがとうございます、嬉しい、ね、弊社のワット、弊社のワットで、弊社のテイワットですけどね。宵宮、やっぱたくさんのメールもね、推しキャラ宵宮ですっていうメールいただいたみたいなんですけど、嬉しいね、やっぱアタッカーとしてね、みんな据えてくださってる方がいらっしゃってありがたいですね。やっぱ冒頭でもね、触れましたけど、やっぱアタッ、性格もすごくね明るい子でね、うんうんうん、ムードメーカーにもなってくださいますしね。いや、本当そんな素敵な宵宮なんですけれども、今なんとですね、宵宮の映像を今回ご用意しております。おー、見てください、見ていきたいと思います。じゃあ見ていきましょう。どうぞ、出ますかね。懐かしい、なんか早起き、わー、いいっすね。元気なんですよね、衣装もいいっすよね、息っぽくて、そうそう、仲良し、いいな、またえらく珍しい客やな、すげー。戦闘してても楽しそうなんですよね。ピューピュー、このね、エフェクトもかっこいいですよね、花火の。そうなの、炎がバーって散ってね。いいな。いや、いいな。おや、お、花火や。そう、宵宮といえば花火なんですよ。そんな戦闘中によそ見したら戦闘中によそ見したらあかんよ。いいな、かわいい、見とれて好きだらけかと思いきや、敵も見ていた、見ていた。いや、まあ、花火はね、人を笑顔にするっちゅうね、何かが生まれそうな空気もあるが、綺麗やで、ゆるさん、大会するわけですね、祭り開始や。あー、いいな。おや、いいコンビだ、じゃじゃーん、わー、素敵、いいな、いあー、いいっすね。ただ改心したいっちゅうなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。はぁ、うちの話最後まで聞き。トーマのツッコミもいいですね。いや、改めて見るとやっぱいいですね。にぎやか、にぎやかだし、かわいいし、エフェクトも美しいし、いや、よいみやね、いいキャラですね。ありがとうございます。ということで、こんな感じで各キャラのエピソード動画を交えつつ、皆さんが好きなキャラクターについてご紹介していくコーナーですので、あなたの推しキャラをぜひ教えてください。以上、推しキャラプレゼンのコーナーでした。
お送りしてきました原神公式ラジオテイワット放送局、そろそろログアウトのお時間になってしまいました。番組では旅人の皆さんから原神をプレイしてみた感想、イベントやってみた報告、こんなコーナーをやってほしいという要望、各コーナー宛てなど原神に関するメッセージをお待ちしております。番組ページのメール投稿フォームをご利用ください。また番組ではイラストも募集中です。ツイッターでハッシュタグテイワット放送局をつけて投稿していただいたイラストの中から YouTube のサムネイルなどに採用させていただく可能性がございますので、ぜひ素敵なイラストの投稿をお願いいたします。お待ちしてます。はい、さらにですね、メールを読まれた全ての方とイラストが採用された方にオリジナルステッカーを差し上げますので、ぜひ投稿の方お待ちしております。そしてこの番組はですね、毎週火曜日配信の番組となっております。次回のパーソナリティやゲストの情報などはラジオのページをご確認ください。15ってあっという間でしたけれども、うんうん、20回目の放送いかがでしたか。いやー、この番組超楽しいよね。いやー、それ毎回あの皆さんに言っていただくんですけども、うん、やっぱ半分ぐらいやっぱゲームしてるじゃん。あのもうなんか遊びに来てるみたいな、ご褒美のような時間ですよね。友達家来たわみたいな、本当そうですよね、感じになるから、ぜひまたあのいつでもいらしてください。ねえ、まめに呼んでください。ぜひぜひいつでも、あとよければ僕とフレンドになってください、はい、あ、なってほしい私もやった、5人目のフレンドだ一緒にマルチやりましょうよ。やだやった、やだ、ぜひやりたいです、うん、じゃそんなことでぜひフレンドになっていただきたいということで、はい、また上田さんもぜひ本当に番組の方にもいらしてください。はい、お邪魔します。はい、ということで、今回はこの辺りでお別れです。ここまでの相手は原神で勝利の声担当してます前野智明と、そして今回のゲストの宵宮役の上田かなでした。バイバイ。この番組はホヨバースの提供でお送りしました。ロンド橋落ちた落ちた落ちた、ロンド橋落ちた I feel ready、ロンド橋落ちた落ちた落ちた。